水にはいくつかの性質があります。1番目、水はいろいろなものを溶かします。普通似ているものは溶け合いますが、水と無機塩とは似ていませんが溶け合います。2番目、比重についてみると、普通液体が上となり固体が下になりますが、水では液体が下で固体が上になります。3番目、水の固体に圧力を加えると液体となります。4番目、メルティングポイント、ボイリングポイントが他のものに比べ高い温度となります。1932年、水の構造として核 HOH が104度40分、OH の長さが 0.965 オングストロームという値が出されました。90度との差は水素原子同士の反発としました。1933年、赤外吸収スペクトルからアンモニアについて核 HNH が105度40分、NH の長さが 1.01 オングストロームという値が出されました。5族6族の元素について同じような化合物の角度を見てみましょう。中心元素が sp3 混成軌道を作るためと考えます。酸素原子は2つのエレクトロンを飛ばして2価の酸素イオンとなります。 2s に1個、 2p に3個の電子配置となり混成軌道を作ります。水分子の構造です。ローンペアの電気陰性度が強いため、共有されている電子対が酸素側に寄っています。もしローンペアの電気陰性度が弱くなると、共有されている電子対は水素側に寄ってきます。1933年、アイスの結晶に六方晶系があることより、水の水素原子は2つの酸素原子の間を動く、つまりフィックスされていないと発表されました。1957年、2つの酸素原子の距離を 2.75 オングストロームとし、2つの酸素原子の中頃に水素原子があるとしました。また水素と酸素のローンペアで水素結合があると発表しました。トリジマイドの構造です。ケイ素は歪んだ六角形を作ります。そのケイ素とケイ素の間に酸素が入り込みます。水も同じような構造となります。酸素原子は歪んだ六角形を作ります。その酸素原子と酸素原子の間に水素原子が入り込みます。マイナス80度摂氏で結晶形が変わります。亜鉛鉱型となります。水素は同じ平面にあります。水素結合ができるメカニズムです。電子が動いて1と2との共鳴を起こしていると考えます。 XHY で HY が水素結合をすると、 XH がアクセプター、 HY がドナーとなります。
水は水素結合で隙間の多い巨大構造を作ります。温度を上げていくとその隙間が小さくなり巨大構造も崩れます。水の比重は巨大構造が崩れ格子間隔が縮まる一方で熱膨張で密度が減るため最大値を取ることとなります。アイスのモデルです。一つの酸素原子に4つの結合があり窒息すると4つの結合はすべて同等となっています。4つの結合には1または2の共鳴があります。 H が2つずつ酸素に近づいたり離れたりします。ヒドロニウムイオン。水素イオンはフリーでは存在できません。電荷分散の法則があるためです。電荷はイオン半径の小さなものに分散すると全体として不安定となります。例えば HClO では不安定、 HClO で安定となります。また HClO4 ではCLO4 で安定となります。イオン半径のためです。水はエネルギーは270kcalmol です。ヒドロニウムイオンでは HO の結合は共有結合に近くなっています。水素イオンがローンペアを受け取り水素イオンが水素に近くなっています。ヒドロニウムイオンの構造はアンモニアによく似ています。水は圧力で固体から液体に変わります。水素結合のためと考えます。クルートンの法則があります。普通の液体では気化熱をボイリングポイントで割るとある定数となります。水ではその値が大きくなります。